どうもーアイプップです。<laughs> あの、挨拶をね、ちょっと使い分けようかなーって思っております。あ本日も家で過ごそう、シャレオツち,ちゃん、もう長いからいい,いいんですけど、あの、こういうような動画を撮るときは、あの、ガチで撮ってます。で、どうも、アイプップは、あの、手抜いてやってます。はい。ってことで、あの、この動画のね、ことをちょっとね、話したいなと思います。 あの、金、土、日で、あの、北海道から鮭がね、届くんですけど、私ね、もう一つね、週末に、すごくね、楽しみなね、ものが届くんです。それはね、私、プーさんのぬいぐるみを買いました。ね、なぜかっていうとね、あの、6月なのか7月か忘れたんですけど、 友達にね、その一番くじの、あの、プーさんの一番くじやってて、まあ、それをね、まあ、友達に、まあ、協力してたんですよね。で、その、プーさん、あの、動画にも出したと思うんですけど、プーさんをね、ちょっと手放した、たんです。でね、手放すまで、まあ、一週間ぐらいあったんですけど、プーさんすげえいい、 ね、<laughs> キャラクターだなーって思いましてね。私、その、まあ、30年ぐらい生きてきているんですけど、ね、あの、勉強が全くダメで、まあ、大学、まあ、行かなかったんですあ。本当に行けなかった人には失礼だなって思うんですけど、行かなかったんです。ですからね、勉強がデッキりでね、あの、の成績もすごく悪い。で、まあ、仕事、全然ダメです。 あの、周りの人にね、めっちゃ迷惑かけてね、もう私最近自分の行き場がねえなんて思うぐらい、仕事がね、ダメでね、もうじゃあ早く寝ろよって。今ね、11時40分ですで早。早くね、やっぱ8時間ぐらいは寝なきゃいかんなって思っております。で、恋愛もね、全くダメです。まあ今までね、私は、ね、彼女できたことがありません。彼女いない歴イコール年齢29歳やってます。 うんや,もうやっぱ人生ね、全然うまくいってないんです。もう本当に。今はまあ働けて生きていけるだけやっぱ幸せだと思うんです。ね、コロナ禍でね。その、やっぱ食もなければ食べるものなくて困ってる人たくさんいるじゃないですか。でそんな中ね、私はちゃんと食があってね、やっぱ屋根の下で寝れてご飯食べれてるんだ。だそれだけ幸せなんですけどね。 でも、なあ、なんか、やっぱ、私よりもね、人生うまくいってるやつたくさんいるじゃないですか。そのもう、30だから結婚してるやつ。だって私29、同じ29歳が、まあ100人いたとしても、うん、どうだろうな、60人は結婚してんじゃないですか。で、残りの40人私はいる。どううまくいってるいや、うまくいってないじゃんって。ねえ、こういう動画撮ってると嫌な思いする人いると思うんですけど、で、何が言いたいかっていうと、 まあ私、本当に人生がうまくいっとらんです。で、あの、あ自分ダメだよなーなんて思った時にね、そう、あの、プーさんのぬいぐるみってすごく思ったんです。プーさんはね、あ,あの、大丈夫だよ、っていうようなね、なこと言ってくれてるような顔をしてくれるんです。顔してるんです。うん、それでね、私も思いました。あの、プー、また、自分もプーさんのぬいぐるみを、 一つ買おうかなって。それでね、もう、何度もね、やっぱ、ああ、もう自分ダメだ。辛いよ、とかってね。なんか思った時に、やっぱプーさん、見てね、ああ、だからそのたに大丈夫だよって。あ言ってくれてるんだなって思うと、やっぱそのために立ち直れるんだ <laughs>。って思ってね。もうん、やっぱ、週末にね、日曜日にね、来るんですけど、 日曜日の <laughs> 2時から4時までは、ちゃんと部屋にいようって思っております。もうそれぐらいね、あの日曜日が来るのはもう楽しみでしかない <laughs>。はい、以上です。はい、ってことでご視聴いただきまして、ありがとうございました。